ヒレナガゴンドウは、クジラグーテイモクハクジラ、アモクマイルカカゴンドウクジラ属に属するイルカ、またはクジラである。コビレゴンドウと同じゴンドウクジラ属に属するが、ヒレナガゴンドウは、非常に、長い胸びれが、特徴的である。ヒレナガゴンドウは、イルカとして扱われる、種の中で、最も体長の大きい種の一つである。性的二なりであり、メスの体長は5.8メートルほど。 体重は1 8 0 0ラム、オスの体長はおよそ6.7メートルに達し、体重は3 5 0 0ラムほどである。ヒレナガゴンドウの骨格ヒレナガゴンドウは、シャチや、その他の小型のクジラと同様、イルカの中でも大型の種である。丸く膨らんだメロンを持ち、体の色は黒や暗い灰色である。灰色や白の反紋が、喉元や腹部に存在する。喉元にある、この反紋は、 怒りの形を描いている。いくつかの個体には、サドルパッチと呼ばれる灰色の模様が、背びれの根元にあり、目元には曲線形の縞模様が存在する。背びれは分厚く、鎌型であり、体の3分の一に当たる位置についている。ヒレナガゴンドという名前の通り、鎌型の胸びれは、体長の15から20%の長さにもなる。 頭の形が黒い鍋を連想させるため一部の地域ではパトヘッドホエールと呼ばれている。白磁らであるため噴気口は一つである。ヒレナガゴンドウ、コビレゴンドウの分布はいくつかの地域で重なる。両者の違いは主にそのナビレの長さであるため、これらの地域で二つの種を見分けるのは非常に困難である。ヒレナガゴンドウは他の哺乳類より多くの新皮質を持つことが分かっており、 実に人間の2倍である。ゴンドウイルカの親子、ニュージーランドにおけるヒレナガゴンドウの集団座称ヒレ、ナガゴンドウは非常に社会的な種である。群れをなし、その規模は2体のものから1000体以上に上るものまである。しかし通常見られる群れは20から150体ほどのものである。研究によると、この種は大抵8から12体ほどの長期的な社会的集合体を作る。 フェロー諸島沿岸の捕鯨で行われた遺伝子調査によって、ゴンドウクジラの共同体内に母系構造があることを示す禁煙性が確認された。ヒレナガゴンドウの群れは、バンドウイルカ、大西洋カマイルカ、花ゴンドウと行動を共にしているところを観察されている。ゴンドウクジラ族は主に糖塞類を餌にするが、いくつかの地域では、魚が主食になっていることもある。北。 大西洋におけるヒレナガゴンドウはスルメイカを主食としていると考えられている。ヒレナガゴンドウは非常に活発であり、水面を尾びれで叩いたり水面から顔を出す姿が頻繁に見られている。時折水面上に踊り出る姿も見せる。ゴンドウクジラ族は集団座礁をすることで知られている。一年のうちの特定の時期、およそ12月から3月にかけて、 ニュージーランド沿岸に大量に打ち上げられる。集団座礁の原因は完全にはわかっていないが、ゴンドウクジラは社会的なつながりが強いために一体が打ち上げられると群れの残りの個体もそれに続く傾向があると推測されている。研究によると、コクジラの世話をしているのは多くはオスであり、自分の子でない個体を世話している姿も観察されている。ヒレナガゴンドウは 様々な声を発する。キーッといった音や口笛のような音、バズー音など、その他のコミュニケーションとしての機能を果たす声に加え、エコロケーションと呼ばれるソナーとしての機能のある、クリック音を発する。反射したエコー音の性質を聞き取ることによってヒレ、長ゴンドは暗く濁った環境でも、周囲の状況を把握することができる。ホイッスル音やパルス音は何種類もあるわけではないと。 見られておりむしろ連続しているものであると見られている。これらの音の周波数帯は1ヘルツ以下からおよそ2 0ヘルツという広範囲にわたる。メスは体長がおよそ3.7メートルになる生後6から7年頃に生成塾を迎える一方、オスはそのおよそ2倍の12年で生成塾する。成熟期を迎えた後も母親と共に行動するオスもいることが確認されている。 異なる群れが交わる時に交配を行うと考えられており、同じ群れの中での繁殖は珍しいとされている。妊娠期間はおよそ12ヶ月から15ヶ月であり、出産は3年から5年に一度である。コクジラは一般的に出生時は体長1.8メートル、体重は102キログラムである。近ンドクジラは授乳期間が長く、親子のつながりが強いため親は、 生後27ヶ月までこの面倒を見る。主に夏に出産するが、一年中出産は起こりうる。オスはメスをめぐって体を殴ったり噛んだり、体当たりなどをして争うこともある。ゴンドウクジラ族は個体数が多いように思われるが、国際自然保護連合においてデータ不足とされるように、世界におけるその個体数の直近の見積もりは出されていない。 ニューファンドランド島における生息数お,およその見積もりは1万3000体とされている。別の研究によると、北、大西洋にはおよそ78万体が生息していると見積もられているが、これは違いを判別するのが困難なヒレナガゴンドウとコビレゴンドウの両方が含まれている。ヒレナガゴンドウは北、大西洋に生息しており、南半球にも生息している。 北部には広く分布しており、アメリカ東部やカナダの海岸を置き、大西洋を越えたアゾレス諸島やフェロー諸島、さらにヨーロッパ西海岸からジブラルタル海峡、北、アフリカまで下ったところに分布している。南半球では、ヒレナガゴンドウは、波19度から60度まで分布していると考えられているが、南極収束帯などでも観察されているため、 南位68度まで生息していると見られている。南極の海氷付近でも観察されている。現在確認されている亜種は2つであるが、かつて日本周辺の北太平洋で3種木が観察されたことがあった。その亜種は8世紀から12世紀に絶滅したと見られている。この命名されていない種は歴史的書物に記録されており、レブン島や千葉県といった 日本の各地で発見された化石により確認されている。絶滅後は、同じ生態的地位を、調子以南の地域に生息してきたコビレゴンドウがとって、代わり、タッパナガといわれる地方形態が発生したと見られている。ヒレナガゴンドウが描かれたフェロー諸島の切手ヒレ、ナガゴンドウの保護が不十分であり、協定に基づいた国際協力によって保護するため、北海 バルト海におけるヒレナガゴンドウの個体数が移動性野生動物種の保全に関する条約の付属書に記載されている。ヒレナガゴンドウはバルト海及び北海の小型クジラ類の保全に関する協定、国海、地中海及び接続体西洋海域におけるクジラ類の保存に関する協定、太平洋におけるクジラ目に関する覚書、西アフリカにおける 水生哺乳類に関する覚書により保護対象とされているフェロー諸島における追い込み量ヒレナガゴンドウを観察する人々、ありがとうございます。